番何やろ2番セレナかセレナセレナっていう割り振りですね。予定残おはよう1枚もない1枚の時1台ももう残らんということでですね、おはようございます。まさかね、こんなにいい天気になるとは。ああ、羊蹄山も綺麗に山頂まで見えてます、はい、でいい天気ですね。まあ今日はとりあえずね、皆さん怪我のないようにだけ無事に帰ってきてくれることだけを願って、僕はいろんなチームの顔色を見ながら苦しんでる姿を大いに楽しみたいと思います。皆さんゴール目指して頑張ってください。まあ、ここに今から机並べる。ありがとうございます。7月3日、北海道ニセコ、快晴。この地で熱き戦いの火蓋が今、切られようとしていた。午後0時、レーススタート。まずは 5km のロードが選手たちを待ち受ける。開催2年目にして難易度大幅グレードアップ。総距離 100km 超え、最大標高差 1600m という過酷な条件のもと、羊蹄山を望む北海道ニセコの地で王座に輝くのは誰か。ニセコアドベンチャーレース2021。ニセコアドベンチャーレース2021トレッキングセクション。まず彼らが向かうのは羊蹄山西側の登山口、その横にある半月湖野営場がチェックポイント1となる。チェックポイント1を過ぎるとそこからは登山道、コースタイム4時間の急峻な斜面を一気に登り切る。羊蹄山北山の山頂がチェックポイント2だ。最初のセクションは羊蹄山を一気登りするんですけども、標高差が 1600m あります。それを独立歩で一気登り一気下り、普通の登山と思って舐めてかかると相当痛い目に遭うと思います。1位でチェックポイントに着いたのはチームコカジジャソウだ。ヘビ走るって書いてジャソウです。ニョロニョロ走って、走りに走りまくって迷いまくります。エントリーナンバー2、チームコカジジャソウ。昨年の優勝チームのメンバーが入ってますけれども、はい、今回も優勝狙いですか？そうですね、気づいたら優勝してるんじゃないかなって思ってます。こう作戦とかチームの強みは、山中誠が昨年の優勝チームメンバー現役自衛隊員谷口を招き入れ、自身のチームを結成。他にもプロトレイルランナーなど体力自慢の選手が集まる今回の有力チームの一つだ。楽しんでよ。私もですか？すぐ後ろにチームコカジレジェンドが続く。当然の2連覇を狙います。エントリーナンバー1、チームコカジレジェンド。去年出た2人がちょっと怪我をしたんで、強力な2人を入れて強いチームになったと思います。2連覇やるぞ。昨年の優勝チームコカジの三浦、伊藤を中心に、アウトドアツアーガイドの大西、山岳スキーで活躍する滝沢を迎え、チームを結成。ディフェンディングチャンピオンとして大会2連覇を狙う。後続のチームも続々とチェックポイントへ。どうですか、ここまでだと。ここまでだと、まあ、暑かったですね、とにかく。いいね。早く上がって、進化になりたいね。行きまーす。行きまーす。ネバースリープ。ここまではどうですか？こうやってやったら暑いです。めっちゃ暑いです。めっちゃ暑い。飲み物。僕たちもネバースリープで頑張ります。各選手が口々に語るこの暑さがこの後レースに波乱を呼ぶ。羊蹄山山頂。
この日は天気にも恵まれ、高山植物が咲き乱れる楽園となっていた。トップで到着したのはチームコカジレジェンド。またボールペンで。お疲れ様です。選挙どうですか？いや、なんとかトップで来ました。来てないよ。真ん中じゃないの？チーム。はい、じゃあ。僕はトップ。トップですよね。このまま頑張ります。下り気をつけて。続いて到着したのはエゾモモンガアインスツバイドライ。チェックポイント1から一つ順位を上げてきた。なんか難しいって言うんでルートがね、それは楽しみです。エントリーナンバー10、エゾモモンガアインスツバイドライ。昨年は2位でしたけど、今年の目標は？今年は2位には入りたいね。昨年本大会2位、 OMM2 連覇の福島をはじめとするオリエンテーリングやトライアスロンなどの実力者で結成された有力チームだ。お疲れ様です。パスポート何番ですか？10番。15時2分。どんな状況ですか？どんな状況？暑いです。死にました。荷物を持ってもらってます。しかもポールが死んでます。チームコカジ蛇走、少し順位を落とし3位で到着。水あるよ。谷口選手がほてった体を冷やすため雪を採取。アドベンチャーレースでは使えるものは何でも使う。はい、何番？2番。2番。はい、お疲れ様です。パスポート出してください。はい、15時29分到着。行ってきます。行ってきます。続いて到着したのは、スリーピングシープ。エントリーナンバー19、スリーピングシープ。昨年ちょっとしくじって途中でやらかしてしまったので、今回はまあ風乾燥できればいいかなっていう感じです。はい、全部回りたいです。ARJS など本州で開催される大会に多数参戦するベテランチームだが、ちょっと一人体調があまりよろしくない。どんな状況ですか？やばいっす。下が熱くてもうフラフラ。水が足りない。水足りないですから、熱中症っぽい。この日の最高気温は27度。加えて強い日差しで体感温度はさらに上昇。熱っ。ちょっと時間を。さっきみたいになんかほぐした方が楽になる。多くのチームがこの暑さにやられ、さらに水不足に悩まされることとなった。いやいや、スリーピングシープもチームメイトの体力回復を待って
この山頂を後にした。あ、リスがいる。次に山頂に到着したのはマウンテンワークス。だが様子がおかしい。下りで回復してよ。え？下りで回復。うん、足がつりました。結構ちょっと遅れ気味だった感じですけど、大丈夫。ああ、最後の登りでやられましたね。エントリーナンバー15、マウンテンワークス。マウンテンワークスという会社の人たちですね。のんびりと休日を謳歌したいと思います。山岳事業やガイドなど山のスペシャリストとして活躍するマウンテンワークス。ここから巻き返しなるか。お疲れ様です。 CP2 勝たない人がいるよ。うん、いいの、直前でむくって起き上がるはず。回復中。疲労です。疲労です。ここ1843.4ですか。そうですね、三角点がここにあるんで。あ、そう。それ目指してきたんじゃないの。来た。とりあえず寝ないってのと諦めないってのとくじけない。エントリーナンバー16、さまよえる子羊。3位には入ります。言ったな。昨年の大会主催者高山花江が3人の資格を引き連れ殴り込みをかける。レースはまだまだ序盤。ここからさらに過酷な環境が選手たちを待ち受ける。羊蹄山トレッキングエリア後半は峡谷登山口側に設置されたチェックポイント3を目指す。まずは北山からお鉢を回り峡谷側へ。上部は急峻な岩の斜面、集中力が試される危険なエリアだ。山の中腹からは単調な樹林帯が続く。そしてチェックポイント3の手前、背丈ほどの藪が選手を待ち構える。お疲れ様です。最初にチェックポイント3に到着したのはエゾモモンガチーム。コカジレジェンドを抜いてトップに躍り出た。まあ、CP4 行くからここ抜けちゃいましょう。うん、え、本当出る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 。すぐ後ろをチームコカジレジェンドが追う。あたあた、どうもです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あたよ、あた、まっすぐ来て。ニセコアドベンチャーレース2021パドリングセクション。ここから選手を待ち受けるのは尻別川を下るラフティングセクション。チェックポイント3から下山した後 8km ほどロードを進む。羊蹄大橋からボートに乗り込み約 5km の川を下る。ラフティングを終えたらチェックポイント6を回り、チェックポイント7でレストタイム30分を消化する。ラフティングセクションはトップでも夕方、夕暮れギリギリでスタートすることになるので、ほとんどのチームは夜になります。暗くなると川が見えなくなって岩などに引っかかってスムーズに下っていくっていうのがより難しくなります。
まだまだ元気。ラフティングスタート地点チェックポイント4に先に到着したのはチームコカジレジェンド。はい、どっちですか。はい、あっち。はい、こっちです。どうですか今のところ。あ、順調ですね。順調ですか。はい、ダブル持って気持ち気をつけてよ。はい、こぎ、せーの、えいきね、えいきね。ラフティングガイド経験者大西選手の軽快な掛け声でこぎ出す。こちらのカヤックの、どうですか調子は。調子ですか。もう疲れました。いや、なんか CP20 まであるのに今やっと4かと思って。どうですか。楽しいです。まだ元気です。みんな面白いんで楽しいです。先を行くコカジレジェンド。もうちょいまっすぐ行きます。はい、すぐ後を追うエゾモモンガ。熾烈なトップ争いはニセコの夜へと突入する。一方その頃、羊蹄山トレッキングセクション。日没前に山を抜けるため各チーム登山道を全力で駆け下りる。どうもどうも、お疲れ様です。どんな感じですか。いい感じです。いい感じですか。頑張って。ネバースリープ。そうだ、ネバチームニセコ頑張るぞ。エントリーナンバー17チームニセコ。地元のスノーボードの集まりで去年も出場したんですけど楽しかったんで今年もまた出場させてもらいます。I will sleep。 昨年の大会では完走ならず、今年はその雪辱を果たせるか。一方、日没後の羊蹄山で苦戦するチームも多くいた。大事だね。山を降りてもチェックポイント3の手前、漆黒の藪が選手の行く手を阻む。結局チェックポイント3にたどり着けたのは全21チーム中12チームのみ。そして3チームがこのセクションでリタイアとなった。ここどこですか。チェックポイント7、オーチャード。ここは最低30分。で、何時にじゃあ出発できるんですか。8時50分です。はい、8時50分。上の階にも一応あるので、ご飯食べたいです。あ、ご飯これ食べていいんですか。特製のエゾシカカレーとスープで疲れた体を癒す。美味しそう。7分差でチームコカジレジェンドが到着。そのやつで足ります。いや、さっきのやつ。
た。つかの間の休息。全然明日の朝で終わりそうないね。防寒具、全員防寒具、ライトのライトと予備電、クマスズ、これは全員が集まりました。チームただパンチをし、はい、CP13 13オリエンテーリングセクション、うわー、この時間にオリエンテーリング、楽しみだぜはい、いやもう本当僕のお父さんと同じ年ぐらいだから、マジでいやアドベンチャーレースっていいなと思いますよねそう、エゾモモンがアインスツワイドライ、レストタイム30分きっちりでオーチャードを後にした。入れ替わるようにしてオーチャードに到着したのはチームコカジジャソー。パスポートお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。水ここもらえるよ皆さんに。これご飯じゃないんで、あの、ね、ご飯はあちらで、あ、全然こういうのじゃないじゃん、あっちで外でいくらか2回か上がらないでください。で、ここには30分滞在日程で、はい、はい、これがどっちですか。上りの下り、山登りいいコースですか。はい、いいコースです。チームコカジレジェンドは45分レストを取り出発。ああ、ちょっと15分くらいか。食べてますよ。食われてますか。めっちゃ美味しいです。めちゃくちゃうまいっす。うまいよね。なんか調子悪いっす。寝不足っす。寝不足で、一応、昨日の朝もちょっと。コカジジャソーは山中選手の体力回復のため1時間のレストを取ることにした。山中さん復活しました。はい、復活しました。復活はこれからじゃない。よし、行きましょう。1時間待ちましたからね、もう。行きます。行ってきます。いらっしゃい。いらっしゃい。ニセコアドベンチャーレース2021バイクセクション。続くバイクセクションチェックポイント7を出発した選手はまず尻別川沿いに設置されたチェックポイント8、9を探す。その後道の駅吹き出し公園横のチェックポイント10でチームチャレンジを行う。チェックポイント10では羊蹄山の湧き水が出てる場所なので引き水をしてもらいます。一般のミネラルウォーターと湧き水と飲んで判断してもらいます。僕もこの水飲んでみたんですけど全く分かりませんでした。もしかしてこれ聞き水？あ、山本さんじゃないですか？そこから100メートルぐらい下ると水が出てる場所があるので、はい、そちらでお水飲んで味を確かめてきてください。はい、いってらっしゃい。いただきます。いや、味がしないと。分からんけど俺は C だな。俺も C、うん、C だな。ぬるいけど C だな。あ、甘いみたい。じゃあ C でいいですか。いいです、いいです、C で。残念、不正解は15分のペナルティーだ。その頃、チェックポイント4、ラフティング起点。危ねえ。大学の部活動でラフティング部っていう活動をしているので、その活動の延長線上として挑戦させていただきました。エントリーナンバー21、ラフティングクラブスト。
ストローム。一橋大学ラフティング部ストローム会メンバーで結成されたこのチーム、実は画面奥伊関選手が直前に怪我をしたため全員でのレース参加は果たせなかったのだが、大会運営の計らいによりラフティングセクションのみではあるものの4人で回れることになったのだ。もう分かんないよルートなんて。さすが世界大会でも活躍するラフティング部のメンバー、力強いパドリングで進んでいく。うわ楽しい。短い時間ではあったが4人でのレースを楽しめただろうか。ありがとうございます。続くバイクセクション、チェックポイント10でチームチャレンジを終えたら再度尻別川沿いを走りチェックポイント11を探す。チェックポイント11を通過したらマウンテンバイクとともに山の中に入っていく。チェックポイント12からチェックポイント13の間、前半は比較的整備された林道が続くが、後半はマウンテンバイクに乗ることすら困難な深い藪となる。藪を抜けチェックポイント13、選手を待ち受けるのが今大会最難関のオリエンテーリングセクションだ。このセクションでは羊蹄カントリークラブ跡地に設置されたオリエンテーリングコースを回る。コースは全部で3つ、それぞれ8つのコントロールが設置され、その全てを回らなければならない。ペナルティは1コントロールミスをするごとに15分、またコース自体のキャンセルで60分の追加ペナルティが課せられる。チェックポイント13からはナイトオリエンテーリングセクションになります。夜のナビゲーションというのは本当に難しいんですけども、今回は旧ゴルフ場のエリアに限定して地元のオリエンテーリング協会の人にガチの、オリエンテーリングコースを組んでもらいました。廃墟になったねゴルフ場なので背丈ぐらいの草が生えてて、足元が全く見えない状態になっているので経験者じゃないと迷います。またこのエリアはですねヒグマがもう出るみたいで、地元の人からは、食べ物はここのエリアでは食べるなと。夜のナビゲーション、ヤブ、障害物、ヒグマ、今回最大のデンジャラスゾーンです。もうちょっとだよ。ああもうちょっと、もうちょっと。オリエンテーリングスタート地点、初めに到着したのはエゾモモンガアインスツバイドライ。はい、じゃあ、はい、じゃあスタートです。はい、あ、もらう。行ってきます。行ってきます。もう行きたくない。眠りたい。あ、そう、なんかお尻に運ぶ。あ、いいです。めっちゃあるじゃん。いや、道あるっていうか、歯ブライセが出てる感じ。あるはずなんだけど。いや、これそうじゃない。ほどなくしてコントロール1に到着。滑り出しは順調だ。OMM ストレート2連覇の福島選手、スコアロングで2位の山本選手、木屋選手という実力者揃いのチーム。暗闇の中でも的確にルートを割り出していく。あ、このクロームがこれ。そう。じゃあ行ってきます。
漆黒のオリエンテーリングはまだまだ始まったばかりだ。マジか。2位で到着したのはチームコカジレジェンド。何枚？4枚。はい。緊張するのこれ。気をつけて、はい、行ってらっしゃい。OK。 コカジレジェンドも順調にコントロール1を発見。これ林の間抜けるか、ちょっとこっち行った方がいいですか。さっきの、うん、左側に行ってギリギリで道に出るさ。こっちこれかな。あれですよ。あ、3番目にコントロール1にやってきたのはチームコカジジャソー。やっていいですか。昨年の大会で田中将人のお墨付きをもらった谷口選手の毒図が光る。深夜1時半、トップを独走していたエゾモモンガが1時間以上経っても戻ってこない。結局コントロール1に戻ってきたのは2時間半が経過した午前3時ごろ。一体何があったのか。生きてます。一人死にました。深夜1時の GPS データ。コントロール4から5に向かうはずが、突然スタートに向けて動き出した。実はコントロール4付近で、キア選手が人工物に足を取られ負傷。そのまま病院に緊急搬送されるという事故が発生。残念ながら首位争いからは脱落してしまったエゾモモンガ。それでも3人でレースは続行、走破を目指す。チェックポイント13、4位のスリーピングシープが到着。お疲れ様です。どうもです。彼らもここから漆黒のオリエンテーリングに向かう。午前4時、チェックポイント13の関門タイム。ナイトオリエンテーリングにたどり着いたのは21チーム中わずか4チームとなった。初めにオリエンテーリングセクションを抜けたのはチームコカジレジェンド。コントロールをいくつか捨てこのセクションを切り上げた。その作戦は功を奏するだろうか。続くバイクセクション、オリエンテーリングを終えたチームはチェックポイント16までの林道区間を走破する。チェックポイント15を超えたあたり、今大会最大のビューポイントだ。羊蹄山を眺めながらのライドが楽しめる。そしてその先では大会運営がある仕掛けを用意して待っている。チェックポイント16、はい、こちらがお問い合わせもいただいておりまして、バイオプションのコーナーになってございます。e バイクをこちらに準備してございます。おお、なるほど。うわすげー、なるほど。それだ、借りたい。行きましょう。行きよう。はい、大丈夫。なしで、はい、はい、頑張ってください。
バイオプションを利用した2位のコカジジャソウに続き、3位で到着のエゾモモンガ。せっかくここまで来たら、うん、自力で僕は行きたいです、うんね、せっかくわざわざ降りて、降りてリーフのコインよう言った息子。じゃあその借りなかった、借りなかった分のお金で焼き肉行きましょう。オリエンどうでした？いや、オリエンしびれましたよ。もうなんで3回やんのって思って。マジで最後ポイント1個分かんなくて、うん、でなんか分からなくて行ったんですよ、で違うって言われてもう一回戻って探して、俺が絶対もうコンプリートしたいっつって。もういいよ、捨ててるから、ね、あ、知ってます、捨てない、全部行きたいですっつって。お母さんはいなくなったって。いらっしゃい。マジでカレーうまかった。カレーやったら美味しいご飯待ってますよ。やったー。普段主食も完食も芋ばかりという福島選手だが、エゾシカカレーはお気に召したようだ。まだまだ続くバイクセクション。ここから先チェックポイント16から17まで標高差約300メートルの上りが続く。その後谷を挟んだ反対側の尾根にある18を回り16へと戻る。e バイクオプションはこのエリアのみ有効となる。チェックポイント17手前の長い林道の上り、疲れ果てた選手にとってこの坂は強敵だ。その坂の頂上、一番手はチームコカジレジェンド。なかなかですよ、ハード。どこが一番ハードでした？ああ、今。これ川に降りるんだっけね。いや、で、川から上がるのか、結構。これ、ダートじゃないかな？ 3、40 やらない。作戦タイムを兼ねて小休止。これもご、チームコカジレジェンドは、チェックポイント17で15分ほどの休憩を取った。2位で到着したのは、コカジジャソウ。e バイクの効果はいかほどだろうか。ここまでどうですか？休憩もそこそこに、1位コカジレジェンドの後を追う。最後のバイクセクション、チェックポイント16から19の区間。ここには無数の林道が存在する。ルート選択が順位に大きく影響する区間だ。19を超えれば残すチェックポイントは1つ。羊蹄山の南側を回り、チェックポイント20へ。そこからオーチャードに戻ればゴールとなる。チェックポイント19を過ぎると、いよいよ、一般の道路に出ます。そこで、ゴールに目指すんですけれども、ここから羊蹄山の南麓のロード30キロ走らなければいけないので、ゴールまでが果てしなく遠く感じます。疲労しきった選手の体力を絞り取って、徹底的にいじめ抜きます。チェックポイント19。これも来てないね。え？あ？途中？これが来てるはずです。どうですか？来てない。来てない？来てない。残り CP 一つですけど。パスポート落としてしまった。ちょっと、あれ行きます？コンビニ。うん。立ち直れてないですまだ。パスポート紛失は2時間のペナルティが課せられる。
波乱の首位争いが続く。次にチェックポイント19に到着したのはエゾモモンガ。一番のチームは分かんないです。時間は。はい。何よ。9104。時間11から。チームコカジジャソウは3位で到着。だいぶ時間がかかったようだが、どうしたのか。その時の GPS データ。本来林道から南側の国道を経由してチェックポイント19を目指す予定だったが、実際には林道は通行止めとなっていたため、そのまま東側の藪に入り込んでしまった。藪は予想以上に深く、また切り立った崖のような斜面に阻まれ、突破に1時間以上を費やすこととなった。もうなる早で終わらせたい。それです。順位とかよりももう早く解放されたいです。早くあのテントサウナ入りたいです。チームコカジジャソウもチェックポイント19を出発。追い上げなるか。チームコカジレジェンド。疲れたけど楽しい。最高でした。エゾモモンがアイスツバイドライ。トラブルを乗り越え、最後まで走り抜いた。チームコカジジャソウもゴール。午後4時、チェックポイント20。最後のチーム、ラフティングクラブストローム。入念に地図をチェックし、少しでも負担の軽いルートを探す。こっちに行く？こっちで行こう。最速レコードさせて。お願い。お願い、片倉。お願い、隊長。嫌だね。2年間で一番頼りにしてる。いや、もうちょっと頼りにするところなかった。他に。まあ、なかった。おいおい、おいおい、どういうことだ。帰ってきたー。並んで、並んで入ってください。いいの？いいの？表彰式、順位はペナルティを加算した総合タイムで決定する。見事第3位に輝いたのはさまよえる子羊。第3位はさまよえる子羊。羊蹄山山頂での宣言通り、見事な順位だ。前年度の実行委員長プラスど素人3人組。
完全にもう経験ない。皆さんどうですか、あのうちら3位ですけど1位2位の発表。優勝の方で発表します。見事優勝かっさらっていくのかっさらったんだよ。世間ナンバー2番ジェイ。優勝はコカジジャソウ。昨年の覇者コカジレジェンドは2位。おめでとうございます。さあ語らずにはいられない、三浦リーダー、ちょっと長めでもいいんで、なんかいろいろレースについてとかお話しいただけたらなと思います。よろしくお願いします。今日とても暑かったので、まあ、慎重に進んだんですけども、結果的には2位になりました。まあ、率直に悔しいです。来年はまたリベンジということで、このチームでまた参加したいと思いますので、よろしくお願いします。元気な方です。ありがとうございます。皆まで聞きません。チームコカジレジェンドの皆さんでした。皆さんもう一度拍手お願いします。第1位チームコカジジャソー、優勝チームのチームリーダーとしてのご挨拶をよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。チームコカジジャソーの、メンバーでございます。今回まあ優勝できたのはやっぱりなんて言うんでしょう、この真ん中さんにしても谷口さんにしても山下に皆さん私よりすごく走れて動けて、なんでしょう、体力のある、方々で、その方々に引っ張ってもらえたというのがすごく大きかったなと思います。去年から、メインスポンサーとして、このニセコアドベンチャーレースを支援させていただいて、まあ、今年2チーム出て、ワンツーでいけるとはとてもなんですか、感慨深いというか、決してこれはお金の力ではない。ニセコアドベンチャーレースすごく夢のある大会かなと思いますので、ぜひぜひ来年も皆さんここでお会いして、私に勝てるようなチームをぜひ動いていただければと思いますので、ではどうも皆さんどうもありがとうございました。上から降りてきましたよね。ですよね、やっぱり。そうだ、やっぱそう。一周してないってことはコンプリートしてないってことですか。あー、今からちょっともう一周だけお願いします。変わり車で行ってきます。車で行ってきます。ほぼ初心者の3人ちょっと連れて、この高成績に強い。両と3人組が3位入って面白い。すごい、これは本当にすごい。レバースリいやアドベンチャーさんってマジで変態っすね。もう妖精さんとか2日目とかもう関係ないでしょ。もう忘れた忘れた。1人早い人がいるからテイク2が。ちょっとあの看板の前らへんからですので。ファーストゴールのチームです。そうですね、ファーストゴールです。確かに結構楽しみました。楽しみました。1日目あんな登山をさせられると思わなかったです。私はナイトが初めてだったので。すごい、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 すごい。ありがとうございました。まで楽しめたっていう。はい、うちのチームのモットーはもう長く楽しむ、長く苦しむです。あー、素晴らしい。最初でした。嫉妬だった。もう一周したいって。
27時間半。みんなに支えられて頑張ることができました。ありがとう。ちょっとおかしなってる。お疲れ様でーす。セブンイレブンかどっか出てたって聞いたけど。セブンイレブン。マーキングでしょ。マーキングでしょ。はーい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。パスポートの回収は、ございません。あった、要因ここがポイントで、ここ頑張ったなっていうところってあります？バイオプション。